はい、まあ手がかりゼロだったということで戻りましょう。まあレベル上げというかね、まあいい感じなんじゃないでしょうかと。はい、いきなりぶつかりましたよと。もう残像剣、もう残像剣がありますからね、言っても。で、まあウィンドカッターと。おい、おめえじゃねえんだよ、おめえじゃねえんだよ。角はまあ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 、まあ、攻撃だからな。よし、お、うまい感じで3つ分かれましたんで大丈夫ですね。これがね、一人にやられるともう落ちると、多分そんな感じでしょう。いやでもこのさ、ダンジョンの構造、まあなんとなく覚えてたっていう、やっぱり結構昔にやったものでもそこそこやってると、まあちょい覚えているもんだなぁと思いました。よし、先行で行く。いいね、いいね、行こう行こう、どんどん行こうと。よし、この3人だよね、攻撃3人がね、やっぱり先に攻撃できるとでかいっていうね。あれ、ウィンドカッターちょっと強くなりました。あー、うお、やばい。おつ。あらららららら。まあまあまあ、でも、大丈夫。ライフポイントは削られないからね。これ、石はね、もう恐怖だよね。恐怖。あの、海の主、あいつの恐怖があるから。で、まあ、こうやって逃げていくと。これはぶつかるかな？ぶつかりましたね。お、ターンバトラーさん。こいつやばそうだよ、ね。こうしとこうか。行こう。どんどん行こう。ちょうど山を降りる頃に MP、技ポイントが切れるかなといったところかな。結構こいつ HP あるんだよね。つー、え、ちょっと待って、防御して300ってさ、やばくない？ベアちゃん、防御してないで400食らってるのよりやばいってことだよね。まあ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 、オッケー。いや、天使ちゃんはこっち一応寄ってきてるけど、積極的にガッて当たりに来ない感じなのかな。ヘビちゃん、ニョロニョロ。なんかね、うちのおかんがね、ヘビダメらしいんですよ。ニョロニョロっと。いや、こいつはちょっときついわ。これはきついわ。まあ、あんまヘビ好きな人っていないけどね。たださ、あの、よくある人間と仲のいい動物シリーズみたいので、ヘビとかいたりするじゃん、海外とかのさ。よく白ヘビとかめっちゃ懐いてるやつとか、ああいうのはすげえ可愛いと思うんですよね、自分。だ、それもやっぱりちょっと苦手らしいのよ。なんかヘビ褒めてたらね、やられてますけれども、そういうことじゃないんですよ、そういうことじゃないんですよと。そう、ヘビ、このね、黒、まあまあこいつ強くて、なんか強そうで、これはこれでかっこいいけれども、こういうのは実際にいたらちょっと怖いけどね。あの、ペット系のヘビとか、なんか今 YouTube とかにも上がってたりするでしょ、ペットのヘビとか。おっと、これは美味しい、これ美味しいっすよ。残像剣で、この気持ち悪いやつはだけ残るのかな、もしかすると最初のこの一撃で。はーい、オッケーと。で、3000、4000もらっても上がらない。HP とかもう上がってくれてもいいんだけどなーって思ってるんですけどね。お、ヌエちゃん、
ぬえちゃん9月行っとく一回。9月やった時さ、やってくんねえんだよね先に。かといってめっちゃ遅いし、かといってなんていうか全員とかいっぱい覚えさせちゃってももったいないんだよね枠が。ウィンドカッターでいけます？888666じゃないやつ。よっしゃ、いいじゃない、いいじゃない、いい感じ。鳥ちゃんは当たってくるんだよな。これ2ターンで終わったんだっけ。あー、あと1回しか使えない。大丈夫かな、降りれます、降りれますかね。火炎は弱い、大丈夫。おい、ちょっと威力違くね、それぞれによって違うのこれ。あれ、ちょっとさっきこの前バカにしたからちょっと修行してきた、レベル上げしてきたんかもしかして。やば、なんか絶対その陣形じゃなくてもいいから絶対最初に攻撃できるマンみたいな攻撃ありませんでしたっけ。そんなのはない。よし、オッケー、ワンちゃん、あー逃げられなかった、下行けない。あ、これはギリギリギリ怖いね、ギリ怖いけどなんとか残像剣で大丈夫なはず。早い早い、体力吸収、まだ一回も削られてない。ペイン来た、大丈夫、スタンかかる、スタンかかっていく、熱風、これで大丈夫、おーし、危ねえ、ギリギリギリ大丈夫。あの剣士の子がねちょっと怖かったけども、オッケー。なんだかんだで5戦闘ぐらいしたよねこれで。あれ、やばい、まだまだありましたっけ。あー、まだあったか。ちょっと、スライムに捕まるやつ、そして弱い。ちょ、これ攻撃でいいだろ、さすがに。これどうする、防御、気弾、気弾でいくか。ウーズウーズウーズ、はい。これスライムとあんまり戦ってないからスライムのシンボルは弱いモンスターってのある、そんなことはないよ。なんかスライムあんまり 2回も捕まるっていう。こいつもそんなに強くないよね。これ攻撃いきましょうか。まあ、気弾で。このボンはちょっと強いけど、そこまでではない。単体ですと大丈夫かなと。気持ち悪いですけどね、こんなスライムが歯むき出しに来るっていう。その代わりにね、今見たように技術点も低いと。あ、ゴールですねーと。ちょっと一旦止まろう、一旦止まろう。で、近葉山にはちょっと何もなかったと。人力車で行けたような気がするんだけどね。人力車じゃないけど、人力風起こしで。なんか勘違いしてるのかな、それとも何か足りないとか、逆にここで行くのかな。よし行くぞみたいになんないっすね。あれ、ここら辺でよし行くぞみたいなね、そんな感じだったような気がするんだけど、ちょっと待って。あ、でも使いましたもんね前回ね。そう、捨てるになっちゃうんですよね。まあでも曲いいっすね、城の曲ね、本当に。
チョントン城。なんかここら辺でよし行くぞみたいな、なんないっすね。なんかこの森、この森ちっちゃくね、これ森、森ではないのかな、あれなんか足りないんかな、やっぱり。白露でもなかったし、ちょっと一旦いいっすか。ああ、もう一回話聞こうか。もう一回話。一応本当に全員。一部が空中に飛び、まあひとたまりもありませんと。同じですね。他の国のものをちょっと見てみます。武器屋入ってなかったからね、特になし、刀だけ。まあでも一つ一つね、全部潰していくっていうのは RPG の基本中の基本ですから。はい、何回もさ、これ前も言ったかな、何回もプレイしたことあって、俺すげえマスターしてるぜっていうゲームでも、あれこんなやついたみたいな、そういう発見ってさあったりするからね。漫画とかでもさ、何十回何百回とかさ読んでたりしても、その見てるんだろうけど見たことないコマ、そういったコマがあったりする。あ、この子までこういう表情してたんだこいつみたいなね。その子までは重要じゃないっていうか、後ろにいるやつ、そういうやつが、あ、こんな表情してたんだとかね、なんていうか、まあいわゆるというか、それが伏線になってたりする場合もあるとかね。特に変わらないと。そうよね、空中での戦いというかもうね、こっちはなしと。ちょっと待って、宿屋の奥、あーでも皇帝が一人で寝てたから、そうよね、いないか、いないね。はいはいと。じゃあ、リャンシャン、イーシャン店。まあ、一つ一つと。武器屋も、刀なぎなたと。OK。なし。そういえば、曲違う？こっちと向こう。私に、敵を打つのに。っていう人なし。仇を打つのに特になし。あの野菜みたいのが気になるんだけどね。ネギかなんか入ってるよね。これすげえ気になる。なんでみんな同じとこに置いてんだろう。なんか流行ってんのかね。そこに置く風水がいいとか。風水はと、なんか統計学に基づいてるのかな。おお、そう、お前は知ってるわ。はいはいはい。なんか何も根拠がないのに、なんかやってるっていうのは、あんまりちょっと、自分は苦手かなと。こうやってね、RPG の一応基本だから、話を聞き回ってると。一応根拠はある。薄い根拠だけどね。RPG は人の話を聞くのが基本ですよっていうのが根拠。で、結局ねえじゃんっていう話。どうしよう。ここしかないんだよね。こっち行くのかな。だって、ガチでないじゃないですか。
てここ行ったんだもんね。話聞いたけれどもなんかダメだったと。これここの館どうなってんの？あ、入れないんだ。クジンシーの館。いや、クジンシーの館ではないけどねっていう。そうだよね。どうしよう。あ、大学作らないとダメとか。大学作っていや、こんな空飛ぶこれ発見しましたぜみたいな、そういうことかな。ちょっと今いくら持ってますっていうか、なんか武器俺頼んでたっけ、開発。ちょっともう遠くに忘れちゃってるんだけど、開発あってもちょっと先大学建てるよ。お、盾、いいね。鋼、鋼鉄の盾になってます。どうなの、超合金よりは弱いけれども、おお、まあまあまあいいんじゃない。他の人が、あ、びっくりした、お前のもう持ってんじゃねえかと思っちゃった。金属だからこっちに持たせてあげようかな。よし、いいじゃない。ちょっと 武器はちょっと待ってと。240万あって200万を大学、40万をなんかしょぼい武器防具に当てましょう。どうすか、いくらあります。お、結構ある。大学作ろうぜ。あれ、誰か、あ、来た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 。腕力体力のすぎたもん違うんだよ、これじゃないんすよね。武器防護30万くらい。あ、でもこれやってみようか。これやってみて、あれ、大学は、あれ、大学の話、ちょっと待て待て、あれ、あ、来た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 。何回座らせる。オッケー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 。建設すると。オッケー。結構金貯まってましたね。で、まだ100万ぐらいあるでしょと。100万ぐらいあるから、あれ、違った。まあいいや、100万ぐらいあるから、なんか作りましょうよと。多分すぐ大学とかはできてないと思うので。あと何でしたっけ、鉱山、コンボ、違う、防具作ろう、防具。あ、ガーター、そう、ガーターはね作ったんですけど、あれ、いや、じゃあコンボでいこう。あ、間違えた、ごめん間違えた。ちょっとじいさんへこましちまったわ。で、これでどう、何でしたか、一回出ちゃいましたね。え、火山がまず爆発しそう、地震が起こっているのを解決しました。武装小船団、あそこはもう直したもんね。月島大丈夫だった。で、結構あったんだよね、課題がね。あ、もう全部解決したと。解決したい時に解決したいものがない。あ、じゃあここ行きますか。南行きます。テレルテバ、あのオアシスでしたっけ。怖いっすけれど、この鳥居も半分になって、一応半分なってますね。ちょっと待て、ここのさ、橋はせめてまだ半分じゃなくてよくねっていう。いや、これ、いや、死ぬ、マジで死ぬ、これは。いや、ちょっと待って、きつい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 
て、取りきついな。もうちょっと曲を、ここはここなんでしたっけ。ああ、ここはもう何もないとこでっていうところか。はいはいと、あ、はい、あ、もうそ、あ、もう そんな出る、アウストラスへ。なるほど。美原さん、HP とそのあれよね、いろいろな、あれあの話が全然出てこない。でこれもさ、ワイリン学校の奥にいるあのでっかいやつもまだ謎だよね。やっぱり砂漠の曲は、砂漠はこれでいいんだよな。あったこれは偽物でしょう。これは偽物。残像、千切り、探索、ウィンドカッター、マシンガンジャブと。大丈夫、工程は大丈夫。え、あ、やべえ、そうか、やべえ、うわ、そっか、 HP 半分だ。やべえ、忘れてた。きついわ、これきついわ。いきなり2減らされたからね。よし、まあよしよし。ちょっと待て、うわー、5しかねえわ、やっべ。おい、ちょ待て、大丈夫かな。これどうせ弱かったんですよね、こいつはね。生命回復力とかね、まだ使いたくないんですよね、正直。あら、まあ、おっ、スタンが入った。よし、ナイス。これは偽物でしょう。入れるんかい。すいません咳出ました。入れるんかいっていう、まさかの一発というか、選ばれたものしか入れない。けあれ、超怖えんだけど。あー、怖え。ここ正解のとこだったんすね。水を飲めば LP が、いやー、やばい。あー、もう二度と出られないと。だ、飲んだらやばいってことっすよね。お、入れないの？嘘でしょ。あれあれ、これ普通下からじゃないの？いや、あれあ、ダッシュでってことね。あれ、こっから行くわけか。出ました曲。敵はいなさそうですね。なんかやってます。やってる。はい、ということで次回あいつだと戦いたいと思います。はい、なんか戦うこと前提になってますけれども、まあイベントがちょっと分からないけども。はい、テッシーでした。失礼します。